三谷は、香川県高松市南東部にある一地区で、高松市役所三谷出張所の管内。三谷町一町からなる。かつては、全域が、北軍、三谷村として存在し、1956年9月30日に、高松市に編入された。地区は、高松市南東部に位置し、高松市郊外に位置する南北に細長い地区である。 人口は2010年時点で3978人、世帯数は1546世帯であり、2006年以降増加している。面積は8.64平方キロメートルと高松市の地区では広いが、産地や丘陵地が多く過重地面積が狭いため、人口密度は1平方キロメートルあたり483.33人と、高松市の平均を大きく下回っている。 北部は高松平野の一部あるため大きな起伏は存在しないが、中部、南部は佐抜山脈の一部が高松平野にせり出す一帯であり、200メートル級の山々がサブロ池を中心とした谷や丘陵を形成している。地区北部を横切る古川、中部を貫流する。古作川はいずれも春川の支流である。また、中部、南部を中心として、 活水対策のため池が多数存在する。かつて地区内は基本的に他の広がる田園地帯であり、山村上に民家が点在していた。2000年代に入ると、県道43号中、特造国高松線バイパスの開通により、交通アクセス向上するも、地区の大部分はこれまで市街化調整区域であったため、農地転用による開発が制限されていた。ところが、 2004年2県によって、その線引きが撤廃された影響で農地だった土地が、次々と宅地化し、それまで、減少傾向だった人口は2006年から、増加し始めた。しかし、これら地域は、道路や下水道などのインフラ整備が行われていない、ため、強硬な農道沿いがそのまま宅地化するスプロール化や、それに伴う高松市全体の地盤沈下などが、懸念されている。 高松市編入以前は、三谷村を参照高松市の平均と比較して第一次産業従事者の割合が大幅に高く、第二次産業従事者の割合がやや低いほか、第三次産業の割合は大幅に低くなっている。地区内には多くの農地が存在し、主に稲作を中心とした農業が行われている。しかし、北部を中心に郊外化による宅地開発で、 農地は年々減少する傾向にある。地区内に大規模な第二次産業を集中地帯はないが、中小の工場が点在している。県道12号三木国分寺線の沿線を中心に、古くから続く個人商店が残っているものの、地区内における商業活動自体は活発ではない。地区内の小学校は、私立三経小学校が存在し、中学校は存在しない。 小学校区は三景小学校が地区の全域を校区としており、中学校区は隣接する多比地区にある私立流運中学校の校区となっている。また私立三景小学校は三谷ではなく三景と読み、三谷と同意義ではあるが表記と読みが異なっている。このように地区名と一致した名称の小学校が存在しない地区は高松市内では三谷地区のみである。 ふとじの校名は、地区内に位置する学校で、それ以外は、地区内には、位置しないが校区が地区内にかかっている学校。この地区は1956年以降高松市の一部で、あるため地区単独での自治権は持たない。この地区の行政サービスの中心としては、高松市、三谷出張所があり、各種住民サービスに対応している。またそこは、公民館も兼ねていて、 三谷城コミュニティセンターとして、地域交流、生涯学習の中心となっている。五十音順、三谷地区は、高松市内においても、最も公共交通が未発達な地区の一つであり、移動はもっぱら自家用車に依存している。地区内はもとより、隣接地区にも駅は存在しない。基本的に、高松市東部小高松地区の前田山にある高松局を受信する。また、 古い建物などでは、岡山県玉野市の金鉱山にある岡山局を受信している世帯もあるが、それらの世帯でもほとんどは加えて、高松局も受信している。その他、地形的な理由でアンテナによる直接受信が困難な場合は、ケーブルテレビなどを経由して視聴する。県外派地区内に主だった観光施設はない。ありがとうございます。